我が軍はこれより漢中の帝軍山にて劉備軍を迎撃する。天童山が奴らの手に落ちた今、この戦が漢中の覇権を決するものとなろう。 劉備軍は王将甲冑を先頭に立て、我が軍の本陣を一気に攻めてこよう。また山の側面からの奇襲もあり得る。油断は禁物だ。 ちょちょい、お前はわしに先行して帝軍山へ赴き、何としても本陣を死守せよ。道館で見せたお前の力、今回も頼みとさせてもらうぞ。 将軍、何をなさっているのです。ああ、ちょっくら挨拶をなった。<笑>やりやがるぜ。よし、んじゃ一丁始めっか。踏ん張れ、殿が来るまでの辛抱だ。 私が気になるかね。ぬくなる子よ。そう思う徳は混沌を生む寛人。なぜ守るのかね。ん？何言ってんだ。 おめえ、どこへ行くんだ。曹操様に手を出したら許さねえぞ。いけ！敵を踏み潰してやるのじゃ。うるせえのが来やがったな。時には引くのも戦略です。 撃ち取ったで。痛い目に遭いたいか。さらばだ。いずれまた会うと思う。久々に強敵と会えたわ。撃ち取ったで。 青二歳どもは、この交換所が止められるか。このコアパン、今この交換所を止められると思うたが。どうやったか。感謝の青二歳め。 これは美しさに欠けますね。やるようだな。わしと勝負って。
天下は渡せぬ。
立ち上がり液晶を打ち取ったで。 直軍の勢いは盛んだったが、所詮我らの敵ではなかったな。関中を完全に制圧したことで、 諸君は蓋をされたも同然。帝軍山という蓋をしっかりと閉じていれば、諸君は動けないだろう。このまま諸君を葬るか、それとも後討伐に転じるか。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、幼年神道と称された人物のようじゃな。